はい、皆さんこんにちは、はい、アップアクサーのシールド PR 担当のバイヤーでございます。編集担当パックでございます。今回はね、はい、皆さんにご報告があります。報告。私バイヤー出張から無事に戻ってまいりました。お疲れ様です。お疲れ様でした。パクさんもね、編集ありがとうございました。あのね、この動画を撮ってる週の前の週ね、の日曜日から、この週の木曜日までね、韓国、フィリピン、そして中国工場のね取材に行ってきました。 TSST というブランド、さんにですね、お招きいただいてですね、そちらのメーカーさんのプロダクトを作ってる、製品を作ってる場所、企画をしてる場所、そして会社の代表の方ね、 CEO ですね、方にお話を伺いしてきました。でですね、私本当に、ね、その製造の現場を見て、何するのかな、心を動かされましたね。おお、すごいですね。すごいよ。見たいですね、よく。ね、はい、その動画は、ね、今、ね、ちょっと準備中、いろいろ確認とかがあるので、ね、企業秘密に触れる部分もあるので確認中なので、来週ぐらいからアップロードが始まると思うんですけど、工場の現場を見て私はね、あと僕はね、こんなにもね、知らなかったんだなと思いましたね。当然さ、物があるわけじゃないですか、バッテリーとかね、はい、でそのバッテリーって僕たちそのものを見て、バイヤーだから物はよく見ますよ。何ミリアンペアとか何グラムとか、どんなサイズなのか、どんな素材を使っているのか、どれだけ出力できるのか、どれだけ早く iPhone を充電できるのか、そういうところは本当に見てきた。本当にもう何千何万っていう種類について見てきたんですよ。物は見てるんですよ。でもその後ろでどんな人が作ってるかって見てなくないですか。作られると思いを見たのかな。思いと人ですよ。だから物があって、その後ろには仕事があって、その仕事の後ろには人がいるっていう、ね、カットです、ね、そこでなんていうのかな、実際工場に行くとものすごい数の人がいて手を動かしてるし、その生産内容を作るときに企画をしてる人がいてっていうね、その流れを見てね、そうだよなと。だからその一つのバッテリーを作るのに、その韓国の本社で企画をしてる人がいて、その購買っていうんだけど、物を調達してくる人がいて、工場で品質を管理する人がいて、一個一個部品を組み立てる人がいて、でさらに言うと、その後ろにさ、部品を作ってる人だっているわけだし、部品を組み立てる機械を作ってる人もいるわけだし、でね、そういう無数の人たちのさ、日々の作業のおかげでバッテリーっていうのは一個出来上がってくるわけで、まるでオーケストラの話でね、それが1個かけるだけでもね、出来上がらないんですよ。やっぱそれは本当にすごいことだと。当たり前のように商品サイズで並んで、驚きやすいのかなとか、ああ、こうなんだなと思ってて、買ってる時には僕は全然イメージもしなかったような、まあね、当たり前のことになってるけど、その後ろで走ってるプロセスというかね、本当にすごいですよ。でみんなね、そこでね、本当に真剣になって必死に作業してます。もう、ね、偶然そのね、現地で中国でも10年以上仕事をされてる方と一緒に移動してたんだけども、彼もね、本当に日々戦いで、これ中国の工場っていいところも悪いところもいろいろありますから、ちゃんと調整をするときにはですね、きちっと言わなきゃいけないことを言わないといいものは出てこないので、もうね、なんだろう、額に汗してね、もう必死で相手を説得するために交渉してる人の姿を見たりとかね、そういう人もいるし、もうその企画をしてる人たちはこういう思いで作りたいと、こういう製品がいいと思ってるからぜひ作りたいっていうふうに思ってたりとか、工場にいる人たちも不良をどれだけ減らすか、もう絶対にお客様のところにはその何だろう、壊れてる製品っていうのは出さないぞっていう勢いでね、ものすごいね、執念を持ってね、検品をしてたりとか、そういう姿を見るとやっぱりね、そういう一つ一つの積み重ねに出てくるんだなと。当たり前のようにしても手元に来るものっていうのはね、やっぱりね、すごいプロセスの集大成ですよ。いつも完成できている商品だけ見てたら分からないところです。分からないですね。分からないですね。すごい経験です。本当に貴重な経験させていただきました。なので僕はだから、その製品というのは必ずなんていうのかな、その、ね、人の仕事でできてますからね。そういったところ見れたらすごい良かったと思います。で、今回ね、見たその TSST ブランドの製品は本当に真剣に作られていると。だからなんていうの、必ずしもね、日本にあるのは一番安い製品ではないですよね。だけどもこれだけきっちりやって、その積み重ねに対してこういう値段が発生してるっていうのはね、すごく納得がいくことだったし、皆さんもぜひですね、製品選ぶときにそういった視点も持っていただきたいと思います。私決して安いものが悪いものとは言ってるわけじゃないんですよ。価格は正義だっていう考え方はこれはこれで正しいと思います。それは僕らだって一生懸命働いたお金ですから、1円でも安く買いたいんですよ。それは本音です。僕もその通りです。でもその後ろでですね、やっぱり働いてる人たちがいて、その人たちがなんていうのかな、手間を惜しまずにやってるから、その分の手間が値段に反映されてるっていうことも当然ある。で、
今回の TSMC のバッテリーに関しては私はそのプロセスがね確実に踏まれてると、そのチェックの機能だったりとかね、はい、そういうことがきっちりやってるからこういう値段になるんだったらすごいよく分かったのでね、価値があるお値段だというふうに思いました。でじゃあ他のメーカーさんはどうやってるのかっていうのは僕はね実はそのアンカーさん以外はね工場見たことがないからそれに関しては何とも言えないというふうに言っておきます。もちろんアップワークスターで販売しているものは信頼できるメーカーさんのものですから変なことはやってないと思うんですけども、まあそこでどうなのかっていうのはまだ見てないから見てないことは言わないっていうスタンスでいきましょう。TSST さんに関しては私はこの目で見て検品の具合とか、まあ、具体的にその 0.2% 以下にするっていう不良品の、ね、目標も話したんですけどそういうこともやってですねやってる姿とかすごい緻密に考えて企画をしてる姿とか見てるので本当にいい製品だとね現場を見てる私は、ね、皆さんに、ね、力説できますというわけで、はい、この製品のですね皆さんにご紹介する機会が欲しいなと思ってアップバンクストアで、ね、イベントをやってます。イベント、はい、この動画が公開されるのが2015年の7月17日の金曜日なんですけど、はい、翌日の18日土曜日から祝日の月曜日の20日までアップバンクさんの2階ですね新宿の2階でイベントやっております。 TSST 祭りですね、うん、海の日バイヤー TSST 祭りということで、はい、モバイルバッテリーと、ね、スピーカーの皆さんにご紹介したいと思います。20日はですね私がね現地に行って、ね、もうね見てきたこと感じたことね全てね話したいと思いますので生産の現場とか興味ある方はねぜひね一緒にお話できればと思います。本当に面白かったですね。ぜひこの私がね感じたことってね皆さんにねシェアしたいです。本当動画だけじゃ言い切れないことがあってこれで話してると30分とかなっちゃうからまあ、あえてこれぐらいしてきますけど本当にね面白い。フィリピンの工場で LINE に入ってる方とかと一緒にねお茶飲んだりして話聞いたりもしてたりとかそういう話もぜひねシェアしたいです。20日の10時から19時まで私お店にいますので、はい、皆さんぜひお越しいただければと思います。でしかも、ね、その期間はですね TSST さんにご協力いただいてセールをしてます。こんだけ頑張って作ってる製品にもかかわらずこの良さを知っていただきたいという思いを込めて爆安で販売します。最大、73%、まあ、73% です。すごいめちゃくちゃ安いでしょ。安いです。びっくりするぐらいの値段ですよ。ただこれはですね本当に TSST さんはそんだけのちゃんとしたプロセスを踏んで作ってるバッテリーですから普段はですねちゃんとしたお値段がしますよ。今回は数量限定で皆さんに知っていただきたいという思いですのでね、お見逃しなく今ぜひ今買いですよ。本当ですね、今の限定です。でね買ってねぜひ友達にもお勧めしていただきたいと思います。明日からセール始まりますので関東圏の方はですねぜひアップワークさん新宿2階にお越しください。では皆さん次の動画もしくはイベント会場でお会いしましょう。BC24 のご視聴ありがとうございます。このチャンネルでは私が働くお店アップバンクストアで販売している商品やイベントの PR をしています。そしてここで私から皆様に3つのお願いがあります。その1、ぜひこの BC24 をチャンネル登録してください。そしてお友達にもお勧めしていただけるとありがたいです。その2、Twitter などでも新商品の情報や撮影の舞台裏を公開しています。この動画の下の説明文、概要欄にあるリンクからぜひフォローやいいねをお願いします。その3、この動画の下の説明文、概要欄に私が働くお店アップバンクストアへのリンクがあります。こちらもぜひブックマーク、お気に入りへの追加をお忘れなく。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。